ジェイソン・カポノはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロングビーチ出身の元バスケットボール選手。ポジションはスモールフォワードシューティングガード203センチメートル98キログラム。リーグ屈指のスリーポイントシューターとして知られる。大学は UCLA でプレーし、卒業までの4シーズン全てでパシフィック10カンファレンスのオールファーストチームに選出され、 通算2095得点は同行3位の成績であった。また2001年に日本で開催された U-21 世界選手権にアメリカ代表として出場し優勝を飾った。2003年の NBA ドラフトにてクリーブランドキャバリアーズから2巡名全体31位指名を受けて NBA 入りを果たす。ルーキーイヤーとなった2003から04シーズンは 怪我などにより、出場試合数は41試合に止まり、出場時間も多くは与えられなかった。オフに新設された、シャーロット・ボブキャッツのためのエクスパンションドラフトにより、カポノはボブキャッツへと移籍。選手層の薄い新設チームではまとまった、出場時間を得られるようになり、個人スタッツも上昇した。翌例後から06シーズンには、マイアミヒートに移籍。同 ウェード、シャキール・オニールの2枚看板を揃えたヒートは、そのシーズン優勝を果たし、カポノは、プロ3年目にして、チャンピオンリングを手に入れることになったが、このシーズンのカポノは、選手層の厚いチームにおいて出場試合数は51試合に、止まり、得点アベレージは半減、プレイオフでもコートに立てた試合はわずか1試合の2分、だけだった。チャンピオンチームとして迎えた06から07シーズンの、 ヒートは、オニール、ウェードの相次ぐ故障により苦戦を強いられ、プレーオフでは1回戦で4戦全敗という屈辱を味わった。トップから急落したチームの一方で、カポノにとっては飛躍のシーズンとなった。得点アベレージは、初の2桁となる10.9得点を記録。最大の武器である。 スリーポイントシュートの成功率は1995から1996シーズンのティムレグラー以来の5割超えとなる脅威の51.4%を記録しリーグ1位にランクされた。またオールスターのスリーポイントコンテストでは決勝で決勝記録となる24ポイントを記録して優勝を果たした。06から07シーズンオフにはトロントラプターズに移籍し08から09 シーズンオフに、レジン・エヴァンスとのトレードで、フィラデルフィア・セブンティ・シクサーズに移籍した。2010から2011シーズン終了後、フリーエージェントとなったカッポノは、ロサンゼルス・レイカーズと、契約、2012年3月15日、ルーク・ウォルトン、ドラフト一巡指名権と共に、レイモン・セッションズ、クリスチャン・アイ・エンガとのトレードで、クリーブランド・キャバリアーズに放出され、3月17日、 解雇された。2012から13シーズンはギリシャでプレーその後2013年にサンアントニオスパーズ、2014年にゴールデンステートウォリアーズなどのシーズンキャンプに参加するも契約には至らず、現在は事実上引退状態となっている。2007年11月25日、規定成功数の250本目のスリーポイントを決めたカポノは、 この時点でのスリーポイント成功率が、キャリア通算で46.1%であり、スティーブカーの持つ記録を塗り替え歴代1位となり、現在も更新中である。スリーポイントコンテストとスリーポイント成功率の両方を2年連続で制したのは、史上初。バスカットボールレフレンス。ありがとうございます。